ウィラードさんをお連れしました。親方様、お客様がお見えになりました。私が後宮金蔵である。ウィラードだ。お悔やみ申し上げる。ベアトリーチェの葬儀に訪ねてくるとは、そなたは何者なのか。誰でもない。誰とも関係ない。深く考えるな。頭痛になら。もう少し言葉遣いにご注意をお願いいたします。おかしな客人だ。それで、この私に何用か。ベアトリーチェのことを聞きたい。何？聞いてどうする。お前は誰でもないのであろうが、ベアトリーチェのことを知ってどうするという。何の意味があるというのか。俺が誰でもないからこそ、お前の物語を公正に聞き残すことができる。お前はじきにこの世を去るだろう。その時、ベアトリーチェのことを何も語らずに死んだなら、お前の子供たちは彼らが好き勝手に考えた物語でベアトリーチェを就職し、記録に残すだろう。面白い若造だ。お前は遺言屋を気取ろうというわけか。だがそれは余計なお世話というものよ。ベアトリーチェは私だけのベアトリーチェだ。誰が何を語ろうとも、私とあれの物語は誰にも汚せぬ。何の意味も持たぬ。クラウスたちがどう曲解しようとも、痛くも痒くもないわ。ウィラード様、親方様は遺言を好まれます。生きているうちより何事かを投げ出すお方ではございません。だろうな。らしからぬこととは思っていた。誠意ある限りあがいてこそ人間であろうが、それを早々に諦め遺言に残そうという浅ましさなど少子千万。確かにその方がお前らしい。死ぬかもしれないから過去語りを記せと言い出すのは確かにお前の柄じゃねえ。当主様がベアトリーチェ様のことを深く深く愛しておられたことは存じ上げております。私たちにとって当主様は最大の尊敬の対象であるとともに、生きるすべての模範です。どうか迷える私たちのために、いかにしておじい様が彼女を愛し抜いたか、愛ゆえに生き抜いたか、その愛の強さを私たちにお導きくださるようお願いすることはできないでしょうか。なかなか達者だ。あなたが言葉を選ばないからです。わかず、お前はベアトリーチェの何を知っているというのか。真に無知なる者は関心さえ持たぬ。ベアトリーチェの名を知っている時点で、無知なる者ではなく縁なき者でもない。道理だな。俺が知っているベアトリーチェは、お前がかつて六軒島に屋敷を設ける以前に出会った最愛の女だ。しかしおそらくは死別して娘を残した。それがクアドリアンで育てられていた娘だ。ほう。ウィラード様、当六軒島にはクアドリアンなる建物は存在いたしません。そのクアドリアンという名前、さっきローザおばさんと話した時にも口にしていました。それは一体何なんですか？察しはついてるはずだ。愛人の娘を囲う六軒島の森の奥深くにある隠し屋敷の名だ。面白い。クアドリアンの名を知ろうとはな。続けよ。お前に興味が出たぞ。クアドリアンにいたのはベアトリーチェの娘だろう。だが少なくともお前はそうは思っていなかった。ほう、ならば何だと思っていたというのか。後ろ宮ローザはクアドリアンにて多少の身の上話を交わしている。その中でベアトリーチェはお前のことを指して金蔵と呼んでいる。これはお前を前にしても同じだ。彼女はお前を父と思っていると言ったにもかかわらず、父とは呼んでいなかった。呼ばなかったのか、呼ぶことは許されなかったのか。それが意味することは一つしかない。それは何だというのか。生まれ変わりだ。お前は娘を忘れがたみだとは思わなかった。死んだベアトリーチが新しい体で蘇ったと信じたんだ。ゲンジ、あんたはかつて夏日たちの前で金蔵とベアトリーチェに子供はいなかったと証言したことがあるな。記憶にございませんが。聞いたことがないか。ある意味で金蔵の腹心らしい模範的な返答と言える。何しろ金蔵にとってその娘は生まれ変わったベアトリーチェそのものなんだからな。見る、何の話か分かりませんが当主様への冒涜は許しません。冒涜じゃねえ、推理だ。だが心は理解する。ベアトリーチェはお前にとって最愛の女だった。信念色あせることなく永遠に。だが美しい金髪に青い瞳を持ち、その面影を幼くして持ち合わせていたその娘にお前は次第に生まれ変わりではないかと信じるようになったとしても、それはおかしいことじゃねえ。親方様、よろしいのですか。娘は美しく育ち生き写しになった。お前は狂気したろうな。だがそれでお前が全て満たされていたかは怪しい。なぜならお前にとってベアトリーチェは生まれ変わりであっても当の本人にとってはそうではなかったからだ。なぜそのようなことがわかるのか。本人は自分がベアトリーチェと呼ばれることに違和感を拭えずにいた。人は生まれながらに与えられた自分の名前に違和感を覚えることはない。だが彼女は覚えた。それはベアトリーチェという名が自分のものではないこと。彼女が自覚していたに他ならない。わらわは何者なのか。皆はわらわのことをベアトリーチェと呼ぶ。それは確かにそなたの言うように偉大な魔女の名前らしい。しかしそれはわらわではないのだ。わらわには魔法など何も使えぬ。わらわはその魔女の魂をこの身に封じられているだけなのだ。いずれ戻ったのだ。あれは紛れもなくベアトリーチェの生まれ変わり。記憶は戻りつつあった。我が魔術の儀式によってわずかずつではあるが記憶を取り戻しつつあった。当主様、驚くことじゃねえ。これまでのゲームの情報を並べりゃ導かれる。そのままの答えだ。上層のベアトリーチェはそれを指して死んで逃れた魔女の魂を逃さず、肉の体に捕らえて閉じ込めたと。そして、記憶も力も封じられていると例えた。その解釈も、この推理なら筋が通る。ウィラード様、親方様は、偉大なる魔法の儀式により、亡きベアトリージェ様の生まれ変わりとなる器を得たのでございます。それを否定することはできません。忘れられない思いも慈しむ感情も否定はしねえ。そして金蔵がどれだけベアトリーチェという女を深く愛していたかも疑う気はねえ。忘れがたみにどういう愛情を注ぐかは人の勝手だ。育つほどに似ていくその姿に金蔵が愛ゆえに特別な感情を持ったとしても、俺はそれを人間らしい感情だと思うぜ。お前に我が愛が理解できるというのか。理解する資格はねえ。だが否定する資格もねえ。ベアトリーチ、私を許してくれ。源氏は表に出せぬその死を内々で処理した。葬式ってのは死者のためにやるんじゃねえ。生きてる人間が死んだ人間への未練を断ち切るために行うもんだ。それができなかった。だからただれたんだ。ベアトリーチェ、おじい様、あんたは愛人の娘、いやベアトリーチェを二度失った。その悲しみを表に出すことができず胸の奥に押し込む。それがやがてただれて狂気に変わった。それが晩年まで異常なまでのオカルト趣味に駆り立てる。ベアトリーチェ、ベアトリーチェ、なぜに二度までも私の前から去るのか。お前の微笑みを、その美しい髪を、瞳を、私は二度も抱きしめながら、なぜに二度も死すのか。それほどまでに私を、そこまでをご存知でしたら、もうすべてをお話ししてもよろしいのではありませんか。そこまでを知るなら、これ以上、何も語ることなどないとも思うが。いいえ、語るべきでございます。私は女として、クアドリアンのベアトリーチェ様のお心を、誰かに伝えねばと思ってまいりました。そしてその資格を持つ人間が現れました。今こそ全てを包み隠さずお話しすべき時かと存じます。熊沢さんは知っているのですか、ベアトリーチェのことを。知ってるだろう。第4のゲームの時、連絡船の船長は熊沢がクワドリアンに出入りしていたことを証言している。おそらく熊沢は屋敷とクワドリアンの双方で異なる勤務シフトを持っていたに違いない。若い娘の世話だ。育児経験の豊富な熊沢はさぞ重宝されただろう。さようでございます。乳母であったとおっしゃっていただいてもよろしいかと思います。そんな、信じられない。本当にウィルさんの話は本当なんですか。はい、事実でございます。ベアトリーチェ様のために島の反対側に建てられた秘密の屋敷クワドリアンの存在は真実でございます。金蔵が正妻といつ結婚したかは知らねえが、当時すでに莫大な財産を持ち六軒島を丸ごと買い取った金蔵は交わらぬ2つの屋敷を建ててそこに2つの生活を両立させたんだ。親方様はお時間の許す限りクワドリアンへ通われました。時にはご出張と偽られ何日も滞在されベアトリーチェ様との生活を大切になさいました。それは親子としての関係だけでなく亡きベアトリーチェ様への深い愛を垣間見れる心温まるものでございましたと。それは亡きベアトリーチェの代用品として扱ったこともあったと言っているようにも聞こえるな。おや、そう聞こえたなら申し訳ございません。ベアトリーチェ様は父からの愛は一身に受けられていたでしょう。しかし時にご自身に理解できぬ愛を強いられていたことは否定できません。なじれ、我が友よ。分かっておる。我が愛は永遠に不滅なれど、それが間違った相手に注がれたことがあったの。私は認めねばならぬ。おじい様、そんな、まさか。リオン様、世の中のすべての人間には必ず何かの縁がございます。身に覚えがなくとも必ず何かの縁がございます。その縁が人に絡みつき引き寄せるのでございます。そんな、おじい様。親方様、もう語る時ではございませんか。そうか、その時が来たか。我が友よ。あんたが語らなきゃ何も真実は明らかにならない。親方様、もはや知る権利と資格があるかと思います。わかっている。今日という私の気まぐれな葬儀に天のベアトリーチェが贖罪の機会を与えたのだろう。今日まで話さなかったことを許せ。